2009年11月12日、天皇陛下ご即位20年をお祝いする国民祭典のパレードにて披露されたゴスワ太鼓後、スワ太鼓は長野県岡谷市にその道場を持ち小口第八を宗家とする複式福田法の組太鼓スタイルの曲を中心として演奏する創作は太鼓のプロ集団を指す。ゴスワ太鼓保存会によって運営される。ゴスワ太鼓の起源は、 戦国時代に遡る。戦国時代の武将、武田信玄は、川中島の戦い等の戦に際し、指揮、命令系統の重要性を認識し、その手段として和太鼓を用いていた。武田信玄の配下には、五スワ太鼓二十一人衆と呼ばれる、人太鼓を奏でる者たちがおり、これが現在の五スワ太鼓の源流となっている。その後、 このゴスワ大鼓は、武田氏の滅亡とともに、諏訪地方において、神楽太大として根付き、継承されていたものの、次第に廃れていった。この譜面を、小口大八が解読、曲を再現したのを機に、1951年頃、現在のゴスワ大鼓が結成された。小口大八はゴスワ大鼓の結成にあたり、 武田信玄の時代のゴスワ大根の編成を参考とし、新生ゴスワ大根の復活を果たした。しかし、2008年6月27日午前6時22分、前夜の交通事故により緊急入院先の諏訪、赤十字病院において逝去した。公認の会長には、副会長として、小口と共にゴスワ大根を支えてきた、小屋国夫が就任した。 コスワ大鼓の代表的な曲としては、スワがみなり、飛リ三段返し、アシュラ、イサムク、スワ小林、天なる劉備ビ大神楽、一万竹の響きなどがある。ありがとうございます。